ですね。みんな大好きアイスタプラでございます。この度は皆さんにご報告があります。この度はアイスタプラの管理人のアイスタプラが引退するということで、皆さんにご心配をおかけして大変申し訳ございませんでした。これからは遠藤達也が継いでいくんですけれどもね。このチャンネルをこれからもよろしくお願いします。